氷川きよし夏のフロリダでリラックス、良いとこですよ、と美脚ちら見せ。歌手の氷川きよしが29日にインスタグラムを更新。フロリダでのリラックスタイムを写真で公開した。別カット、弾ける笑顔のソロショット。氷川が、フロリダ良いとこですよ、と投稿したのは複数のオフショット。公開されている写真には、 白 T シャツにショートパンツ姿の氷川が美脚をあらわにしながらビーチサイドのレストランでくつろぐ姿や弾ける笑顔でドリンクを味わう様子ビーチで海を眺めるバックショットなどを披露しているこの写真に投稿後およそ14時間で1.6万いいねが集まっている氷川清キヨシヒカワキヨ七1977年9月6日生まれ 福岡県出身。2000年2月、日本コロンビア創立90周年記念アーティストとして、箱根八里の半次郎で歌手デビュー。同年、NHK 紅白歌合戦に初出場。2002年2月から初の全国コンサートツアーがスタート。全国70箇所で140公演を成功させる。同年の大晦日に、清のずんどこぶし。 で第44回日本レコード大賞の金賞を受賞。2017年10月、ドラゴンボール帳るひかわきよし企画としてシングル、限界突破るサイバーをリリースし、新境地を開拓。2024年、所属していた芸能プロダクションからの独立を発表し、新会社、キーズナを設立した。